ンレースピット離れ遅れてしまった2号手の高田、果たして何コースに入れるんでしょうか。シリーズの初日、お昼のカードへと移りました。第4レースは予選競争です。1号艇には石渡哲平、2号艇には高田光、3号艇島村隆義、4号艇篠崎仁、5号艇深川慎二、6号艇石野隆之、以上6選手の対戦です。2号艇の高田、ここは回り込んできてスタート展示同様3コーススローということになりました。1コース2コースベテラン両名が飲水機を固めていきます。絶好枠を主張する1号艇石渡のインドリです。5号艇の深川2コース、3コース2号艇の高田、シンペラで挑戦する1走目。しかし展示タイム1番時をマークしましたが、ここはスローの3コース4コース。今年小島71周年のチャンプです。3号艇島村4角、そして5コース4号艇の篠崎で、サイアウト6コース折り点では全ての項目に色がつきました。6号艇石野、スロー3艇、かましも3艇。第4レースは予選競争、インから1番5番2番3番4番6番です。今スタートします。セットアウトによってコースアウトは2番3、4、6、2コースが引っ込む格好で、3コースから2号艇の高田がまくるか。1号艇が握っていく、ズボッと来るのは3号艇の島村、4号艇の篠崎、最中のコート石野で向こう正面です。突き抜けたセットを3号艇の島村で、2番手一歩先行4号艇篠崎で、3番手1号艇のコート広がった、その後方5号艇2号艇時計の通過、一緒にマークの世界スタートを正常。トップ使い3号艇の島村、2番手くるっと6号艇の石野が抵抗する、ズバッと差し返す4号艇の篠崎、2番手から1号手の石渡哲平、先頭は3号艇島村抜きました。2番手センターからさばいて4号艇の篠崎ですが、インコース1号艇の石渡、アドコース6号艇石野、空番とする5号艇の深川です。レースは西辺の1コーナー、盛り込んでくる1号艇の石渡、真ん中から4号艇の篠崎、逃げ場さすズバッと6号艇石野の差しですけれども、2番手は4号艇篠崎で、3番差して6号艇の石野、上手脇は346、4番手から追いかけて1号艇の石渡、その後方離されまして5号艇深川、最後方2号艇の高田、レースは西マークの旋回と向かっていきます。先頭は3号艇の島村、2番手が4号艇の篠崎、3番手の9号艇のアウトコース行った、さあ1号艇の石渡ですけれども、3番手内踏ん張っての9号艇石野孝之、上段径は346、レースは3周目と移りました。4角から0910のタイミング、1周1時マーク的確に展開捉えていきました。先頭3号艇の島村、2番手4号艇の篠崎で、3番手振り切った6号艇石野、離せれず4番手が1号艇の石渡で、上段径は3番4番6番、3艇指向砲4番手が続く1号艇の石渡でラストコーナーの旋回と向かっていきます。今日このカード1回走り、白星発進、先頭3号艇の島村、2番手4号艇の篠崎で、3番手の9号艇の石野が取り切って3連単346、38.2倍、先頭3番です島村ゴール、2着4番篠崎、3着6番の石野ゴール、1番石渡、5番の久川、ラストは2番高田ゴール。以上小島第4レースでした。